明品に使えそうなものあった？ありすぎるくらいだ。ありがとう。どんどん作ってね。ああ、それにしてもすごい軍艦だな。潜水艦のようにも見えるが、ドリルがついているということは地中に潜るためか。まさかそんなとんでも設定は。とんでも？空を飛べるってこと？いやいや、とんでもない、ありえないってことだよ。だって後部にロケットエンジンらしきものがあるんだよ。なんだって？この軍艦は僕の理解を、いや、あらゆる科学を、常識をもはるかに超えているかもしれない。徹底的に研究調査すべきだな。芹沢ならこの軍艦直せる？え？全体をもっと調べれば直せるかも。みんなで乗れるね。空の旅楽しみだな。オジラ一族がついに大空を飛ぶんだ。やっほー。ふわーい。まあ、あまり期待しないで待っててくれ。この材料をお家に運ぶね。ああ、運ぶ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 。ガサガサうるさいな。集中できない。動きが早いな。まさか5機か。いや、名前を呼ぶのも汚らわしい。 G か、 G なのか。えい！これは G なんかじゃない。研究せねば。この大きさで G のような動きをするとは、死神のようにおぞましい。こいつはデスゴキと名付けよう。完成だ。デスゴキポイポイ。この小さなお家の中に入ったものは強力な粘着液で身動きができなくなるとともに、無酸素状態の中で標本化されるのだ。生物だ。この発明品がこの生き物を進化させてしまうのだ。もしこのスピードで進化を繰り返したら、世界の破滅だ。なんだなんだなんだ、なんか叫び声がしたけど、どうしたの？頼む、それをこの世から消してくれ。わかった、任せとけ。ゴー。あ、停止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 。あ、
君たち大きくなったね。でしゅでしゅ。またお腹が空いてるの？ほら、バナナを食べ。でしゅでしゅでしゅ。たくさん食べて。